どうも皆さんこんにちは、星音です。今日は野菜の油味噌炒めを作っていきたいと思います。はい、じゃあ今日使うのはこのピーマン1個とナス1本、それからちっちゃいんですけど、まあ人参が1個ですね。人参これしかないのでまあしょうがないですね。でこれをそれぞれ切っていきたいと思います。玉ねぎがあればもっと良かったかもしれません。はい、それでは野菜を切っていきます。キッチンの作業台が狭いのでいつもこのようにしてですね、こう流し台の上にまな板を置いて、これちょっとだからすごい不安定なんですけど、この状態で野菜を切ったりしています。まあ別に大丈夫です。ヘタを取って、ナスってこれどうやって切るんだろう。あ、なんか適当にね、このなんかちょっと三角っぽく切る。あ、でもなんか大きいかな。一口サイズになるように切っていきます。まあだいたいこんなもんなのかな。はい、こんな感じでですね、3種類の野菜をまあまあいい感じに切れたので、これをフライパンの中に移していきたいと思います。はい、そしたらですね、ここに調味料を加えていきます。まずごま油をですね、まあ大さじ何杯かなのかな、まあこんな感じでだらっと垂らしちゃいます。ちょっと今のはかけすぎかもしれません。まあこんな感じでしょう。はい、続いて入れるのはこれお砂糖ですね。まあこれも小さじで山盛り1杯2杯ぐらい入れちゃっていいのかな。まあ大さじ1杯ぐらいって確かなんか本かなんかに書いてあったと思いますけど、まあこんな結構山盛りな感じで入れちゃって大丈夫です。これで甘いの好きな、甘めに作りたいときは砂糖をたくさん、しょっぱめに作りたいときは砂糖を少なくして、次に入れる味噌を多めに入れると、まあそういう風に調整してください。はい、続いてですね、お味噌ですね。まあこれもスプーン1杯ぐらい、結構いっぱい入れちゃっていましたね。まあ、これもこの中に入れます。落ちない。よいしょ。はい、でこの野菜を入れ終わったところで火にかけます。まあ中火でしばらく炒める感じでしょうか。で、調味料をねこうかき混ぜていきます。別に箸の持ち方間違ってるわけではありません。左手でやってるからちょっと上手にできてないだけです。よいしょ。で加熱するときはですね、まあこういう風にしてフライパンに蓋をしておくと、なんかだいぶ早く火が通る気がします。ただ時々これかき混ぜた方がしっかりね、なんていうんですか、味が野菜に絡みますので、いいのかなと思います。で、野菜からだいぶ水が出てきますから、特別なんだ、自分で水を追加する必要はありません。その野菜に出てくる水が砂糖や、味噌と混ぜ合わさってですね、まあいい感じのタレというか、こうなんていうんですか、ソースじゃないですね、味付けのそのまあ、味噌になるわけですね。砂糖と味噌がうまく混ざってこういうものになります。あ、いい感じですね。で野菜のシャキシャキ感が好きな人はもう早めに、取っていただいて、完成にしていただいてね構いませんし、野菜をね柔らかくして食べたいよという人は、こう長い間、煮込むというか長い間ですね、まあ、炒めていただければと思います。私は柔らかい方が好きなのでね、まあ、しばらく、このまま炒め続けたいと思います。はい、じゃあですね、まあ、ナスをつつくと、こう、なんていうんですか、穴が、すぐ開くような状態になったところで私は火を止めました。で、この状態でですね、この味噌を、野菜に絡む状態でお皿に乗っけて食べると、まあ、すごい美味しいよということで、完成になります。はい、お皿の上にね、盛り付けると綺麗に見えますけれども、まあ、いちいち皿を洗うのがめんどくさいので、まあ、今日はご飯の上に思いっきり乗せてしまいます。これでフライパンとこのお茶碗だけ洗えば大丈夫ということですね。はい、ということでですね、こちらが本日の夜ご飯、夏野菜の油味噌炒めです。まあ、それから納豆ですね。あとなんかもうちょっと足りなかったら食べますけど、今日はそんなにね、運動してないので、多分これぐらいで、十分お腹いっぱいになれると思います。結構、いい感じにできました。まあ、野菜の、まあ、食べてみれば多分美味しいと思います。はい、じゃあいただきます。ピーマンとナス。暑い、まだ暑いですね。よいしょ。はい、いただきます。あ、まだ暑いな。よいしょ。うん、おん、う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 ん、このナスすごいみずみずしくて美味しいですね。沖縄県産のナスだったと思いますけど、美味しい。人参とかは火が通りにくいので、もしそういうのが気になるようだったら、先にね人参から先にね炒め始めるとか、そういう風にして焼き具合をね、火の通り具合調整するのもいいと思います。ということで今日は、星津キッチン第3回目だか4回目ということでですね、こちら野菜の油味噌炒めを作ってみました。ぜひ皆さんもお家で作ってみてくださいね。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。 Twitter や TikTok など、SNS もや LINE スタンプなども概要欄からチェックしてみてください。また次回の動画でお会いしましょう。皆さんさようなら。